はい、どうも、T.T です。今日は、桃太郎さんっていうフリーゲームをやっていこうと思います。どういうストーリーなのか全然わかってないんですけど、メニュー画面を開くにはこのまま押してください。昔々のお話。桃太郎のお話。ああ、有名な話ね。とある村で、鬼が盗みや人さらいなど悪事を繰り返していました。はあ。桃太郎はそんな村のために犬猿キジを引き連れて鬼ヶ島へ鬼が退治に向かいました。知ってる知ってる。見事鬼を退治した桃太郎と仲間たちは、もう終わった話？村人たちにも、そしてお殿様にも称賛され褒美をもらいました。あれ、もう何、倒しちゃったの？ もう倒しちゃったの？そこのストーリーじゃないんだ。それから数年経った頃、村では再び金品が盗まれる事件が起きていました。あ、桃太郎のその後のストーリーなんだ。なるほどね。へえ。これは鬼の仕業に違いないと、村人たちは桃太郎に再び鬼退治をお願いしました。桃太郎？村人たち、桃太郎、お願いだ。また鬼退治に向かってくれ。他人任せやな。どうか頼む。他に頼めるやつなんていないんだ。前みたいに鬼をやっつけてくれ。お、桃太郎登場。細いなあ、桃太郎。倒せるか？ああ、私が鬼退治行こう。本当に助かるよ。感謝しきれないほどだ。天国のおじいさんおばあさんもさぞ喜んでるだろうよ。なんかこのセリフ、俺が桃太郎の立場ってイラッとするんだよな、これ。なんか、お前が言うセリフじゃねえよって思わない？ 死んでる人の話をお前が代弁してお願いしてくるんじゃねえよって思うよね。どうか気をつけてな。ありがとう。では行ってくるよ。こうして桃太郎は再び鬼退治へと向かったのでした。そうか、また行くのか。桃太郎は前回の仲間たちを集める服、森の中へ入りました。あ、一緒に住んでないの？一緒の森で住んでないんだ。解散したんだ。まず最初にやってきたのは犬が住んでいる森でした。おーい、犬くんいるかい？私だ、桃太郎だ。桃太郎が辺りに呼びかけると、近くの茂みが音を立て、その姿を現しました。お、犬。 犬イケメン風だな。人間じゃん、もう。 この何年間かでもう人間化しちゃった。桃太郎久しぶりだね。また会えて嬉しいよ。ああ、私も嬉しいよ。ところで急な頼みで申し訳ないが、私と鬼退治に行ってくれないか？え？鬼退治？犬は驚いた表情で桃太郎を見つめました。犬退治は、あ、犬退治じゃねえわ。ごめんね、犬。お前は退治するとこだった。鬼退治は前に言ったよね。あの時、確かに僕らで退治したよね。いや、そうだな。そうなのだけど、村で盗みをするやつがまた現れてね。村人の中にいるんじゃねえの？俺もずっと思ってたけど、これ。だって鬼退治して来るっていうか、村人の中でちょっと怪しいってやつがいてもまずおかしくないんじゃねえかな。私の村は昔から鬼が悪さしてきたんだ。きっと前回倒し損ねた鬼がいて、また村にやってきたなと思う。ああ、まあ、そういうこともあり得るのか？それ、本当に鬼の仕業なのかな？ どうしたんだい？そんなこと言うなんて。いや、でも、あ、そうだ。鬼の姿を見た人は？めっちゃ犬疑ってるじゃん。てか、犬なんだから匂いでわかるんじゃないの？鬼の匂いみたいなね。ああ、もちろんいるさ。夜に村で頭に角が生えた人影を見たという人がいたんだよ。ああ。じゃあいるのか。そうなんだ。村の人たちに悪いことする人なんていないのさ。みんな昔から知ってる人たちばかりで。やっぱ桃太郎的にも村の人が疑われてるっていうのは若干これ感じたんだね。言い訳しだしたってことは。大切な村で悪さをするやつなんて放っておけないし。
相手が鬼となれば私が行かなければならないんだ。でも私一人ではダメだと思う。みんなの力が必要なんだ。いや、そうだな犬。行きたくなさそうな顔してるな。わかるだろ犬くん。わかるよ、もちろん。だけど全然乗り気じゃない。その時桃太郎はきびだんごを持ってきたことを思い出しました。え、おじいさんおばあさんも死んじゃったのにきびだんごはどうしたの？自分で作ったのかな。犬にきびだんごをあげる、あげない。まあでもまずなんかこれエンディングが3つあるみたいで、まあ、どんなエンディングか知らないんだけど、まあいいエンド、悪いエンド、バッドエンドとトゥルーエンドはあると思うんだけど、あとノーマルエンドなのかな、よくわかんないけど、とりあえずちょっといい方から行ってみたいよね。あげて連れてってみようか。そうだ、このきびだんごをあげよう。桃太郎は犬にきびだんごを差し出しました。桃太郎、いや、そんなにテンション変わる？きびだんごってそんなにテンション変わるの？犬にとってこれは。戸惑う犬に桃太郎はきびだんごを渡しました。まあな、きびだんごでちょっと鬼退治行こうぜって言われてもな、命が安いよな。きっとこれから先君の役に立つよ。きびだんごが？きびだんごが人生の役に立つことある？俺今のところまだきびだんごあったらよかったなっていう人生出会ってないわ。犬テンション低いな。嫌なんだろうな。こうして桃太郎は犬を引き連れ先へ進むことにしました。次は桃太郎は犬を連れ猿が住んでる森へやってきました。おーい猿くん、いるかい？私だ、桃太郎だ。桃太郎が辺りに呼びかけると木の上から音がしてその姿を現しました。桃太郎、久しぶりだがどうしたんだ？猿、なんか西遊記に出てくる孫悟空みたいだね。なんかほんと猿っぽいな。猿っぽいっていうか、うん、キャラっぽい。久しぶりだね。急な頼みで申し訳ないのだけど、私と鬼退治に行ってくれないか？鬼退治に行く？すると猿も驚いた表情で桃太郎を見つめました。鬼退治は前に行ったんじゃなかったか？あの時に鬼は倒しただろう。いや、そうだな、みんな。そうなんだけど、実は村で物がよく盗まれるようになってね。きっと前回倒し損ねた鬼がいてまた村にやってきたのとも同じこと言ってんな。今から仲間を集めて鬼退治に行くとこなんだ。君も来てくれないか？本当に鬼の仕業なのか？めっちゃ村の人疑われてる。どうしたんだい君もそんなこと言うなんて。あ、いや、お前がそこまで言うなら確証があるんだろ？ああ、もちろん。夜に村で頭に角が生えた人影を見たという人がいたんだよ。ああ、同じこと言ってんな。角が生えた人間なんてまずいないだろ？それに昔から鬼が出やすい村だからこそ外から来る人間なんてまずいないし、引っ越せや、じゃあみんな村人全員鬼が出やすい町から村に住み続けるな。もちろん村の人の中にも悪いことをする人なんていないはずだからね。そうか、村で悪さをするやつを私は放っておけないんだ。村の人たちのためにも行かなくてはならない。行かなくてはいけない。でも私には仲間の力がどうしても必要なんだ。サル君も分かってくれるだろう。サル君どうだい？お前の言いたいことは分かるが、分かってないな、全然。全然納得してない。桃太郎はきびだんごの袋に手をかけました。サルにきびだんごをあげー。いや、あげるけどさ。大丈夫？いつか断られそうなんだけど、このテンションで言ったら。君にこのきびだんごをあげよう。桃太郎は猿にきびだんごを差し出しました。桃太郎、テンション上がってんのかな。お前これは。戸惑う猿に桃太郎きびだんごを渡しました。きびだんごもらうのに戸惑うか。だって前回もこの流れやってるでしょ。一回、まあ確かにな、一回目はきびだんごでも100歩譲って分かったよと。二回目もきびだんごかよ。さすがにちょっと戸惑うかもしれんな。
鬼退治だもんな。誰かと喧嘩してきてくれ、このきび団子をあげるからみたいなもんでしょう。絶対だよね。きっとこれから先君の役に立つはずさ。あ、猿しぶしぶついてくるのかな。あ、こうした猿も仲間に加わり、一行は先へ進んでいきました。キジか。さ、犬と猿を連れ最後にキジが住んでる森にやってきました。キジはね、まあまあ髪の毛とかは絶対緑だと思うんだよね、キジのイメージで言えば。服も緑かな、髪と服緑かな、キジっぽいよね。おい、キジくんいるかい。私だ、桃太郎だ。さあどうだキジ。桃太郎が辺りに呼びかけると、近くの木陰から音がしてガサッ、その姿を現しました。青と赤の髪え、斬新すぎるな。まあ、服の緑は合ってたけど、マジか、キジってもうこんな色か。桃太郎、キジくん久しぶり。突然やってきて急な頼みで申し訳ないんだけど。っていうかさ、この飛べないキジはもうキジとしての役割果たせてないんじゃないの。飛べるのこいつ、人型してるけど。私と鬼退治に行ってくれないか。鬼退治音楽止まるな毎回。犬猿と同様にキジも驚いた表情で桃太郎を見つめました。鬼退治は前回で済んだと思っていたが、私もそう思っていたけど、実は近頃村で物がよく盗まれるんだ。きっと前回倒し損ねた鬼が残っていて、村に夜な夜な現れるんだよ。本当に鬼の仕業だと？どうしたんだい君もそんなこと言うなんて。鬼がやったという証拠は？なんかもう結構きつくなってきたな記事。夜村で頭に角が生えた人影を見たという人がいるんだ。人間に角は生えてないだろ、同じか。あの村は昔から鬼によって苦しめられてきたんだ。前回鬼を退治したのは私だ。残党がいたんなら私の責任ということになる。そうか？そうか？だから私が終わらせるべきなんだ。そのために君の力が必要なんだよ。分かってくれるよね、キジ君。桃太郎多分これさ、いいやつなんだろうね。だからなんかみんな断りづらいんだろうね。なんかそのいいやつの無言の圧っていうか、いいやつがお願いしたら断るのなんかこっち悪いやつみたいな、多分そういう空気感なんだろうね。だって目が死んでるもん、キジ君。きびだんごの袋に手をかけて、あ、きびだんごをあげる。キジ君にこのきびだんごをあげよう。きびだんごを差し出しました。桃太郎みんな同じリアクション。これは？え？これは？きびだんごだとは思うべきじゃない、普通は。まあ、うん、まあさっきも言ったけど、マジかよとはなるかもしれんけど、そんな戸惑うかな。きっとこれから先君の役に立つはずだよ。こうして桃太郎は犬猿キジを仲間に迎え、鬼ヶ島へと進む船に乗り込みました。ほう、あ、鬼ヶ島が見えてきた。いよいよだぞ。みんな分かってると思うが油断するなよ。桃太郎、さっきの話だけど全然テンション上がってねえな犬。どうした犬、イケメンっぽいのに。鬼の姿をちゃんと見た人いないの？疑ってる。まだ疑われてるよ、桃太郎。桃太郎、もしかしてアホなのかな？あんま信用されてないな。近くではっきりと見た者はいないと思うけど、そういえばこの海に、漁に出ている村の人が遠目に鬼を見たと言っていたよ。遠目か。遠目に鬼を見てたか。人の間違いの可能性あるんじゃないか、それ。角があるかどうかまで分からなかったみたいだけど、金色の髪に赤い肌をしていたそうだ。それは鬼やろなんかあれだね、
なんだっけ、あいつらの漫才見たくなってくるわ。なんだっけ、忘れちゃった、出てこない。私たちが前に倒した鬼と似てるよね。はい、コーンフレークのネタのやつ気になったから調べてきました。ミルクボーイね、ミルクボーイ、ミルクボーイみたいだね。村に鬼が出たならそれこそお前の出番だったはずだろ。見張りをしたりとかは。ああ、確かに確かに確かに、もちろんやったさ。でも毎晩現れるわけでもなく決まった周期で現れるわけでもないからね。まあそりゃそうだな、鉢合わせる方が難しいのさ。不満そうな二人がいるな。さあみんな準備してくれ。キジにも話させろ、キジにも、キジにも登場させてやってくれ。あれ、どうした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 、なんか大丈夫か、鬼倒せるかこのメンバーで。犬猿キジは数ヶ月前のことを思い出していました。ほう、サルくん、キラメこっちに投げて。あ、同じ森に住んでたの、もともと。落とすなよ、しっかり受け取れ。もしかしてこの3人が仲悪いとかなのか。そんなことないよね、今の空気では。大丈夫だよ、キジくんにも手伝ってもらうし。やれやれ。うう、誰だそこにいるのは、村人か。鬼、鬼、鬼、鬼ヶ島から出てきた。鬼もイケメンやな、細いな。あ、足を怪我してる。君大丈夫？バカお前、近くに寄るなって。そっか、鬼危ないと思ってるもんね。危ないと思ってるとか、危ないからね。あれ、何もしてこない。さっきの鬼見たら別になんか危ない感じもしてこねえけどな。おとなしく治療を受けていますね。ああ、鬼だよな。ええ、我々が倒した鬼とは様子が少し違うようですがね。まるで敵意がないような。よし、これでひとまず安心。お前ら楽しそうだな、桃太郎いないと。あ、痛くない。え、待って、鬼だけ言葉片言なの？鬼語なの？あ、ちゃんと喋れるね。僕は犬だよ。え、犬っていうのは何？お前しかいないの？お前に家族や兄弟はいないのかな？全部名前犬なのかな？君は鬼ヶ島から来たの？どうやってここまで来たの？鬼ヶ島？なんで鬼だけ片言なのよ。おいおい、そんないっぺんに喋るな、困ってるだろ。海を渡ってきたのかお前。海、そう、船でここまで来た。船があったんですね、あの島に。お前今まであの島の洞窟で暮らしてたのか。そう、俺一人で、今までずっと一人で暮らしてきた。あ、そうか、お前らが倒しちゃったからか。そうか、そうだよな。でも一人じゃない、俺、この首飾り、これ俺のお母のなんだ。まだ小さい頃だったけど俺にくれたんだ。鬼、寂しい話するな。その鬼を倒したの、こいつ、家族殺し、倒したやつらじゃないか、こいつら。いつでもそばにいるからって、そう言ってた。なんで、ここはなんで、あの、片言っぽくないんだろうな。そうか。よし、これから俺たちがお前の力になってやるよ。そうだね、これから僕たち、友達だ。ふふ、相変わらずお前たちは楽観的ですね。ありがとうみんな。いや普通だな、さらっと喋ったな。
鬼悪いやつっぽくないけどな。それから俺たちは海の魚と森の木の実を分け合うようになった。最近もあいつと会ったばかりだ。あ、そうなの？あ、ちょくちょく会ってんの？でも村に行って盗みをするなんてあの子がするとは思えないよ。確かにな。あ、そういうのがあったから村の人じゃねえのかって疑ったってことか。まあ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 、わからなくもない。だって俺もスタートからちょっと村の人怪しいんじゃねえか説あるからな。やはり血は争えないということなのか。ああ、結局鬼のなんだろうな、悪いことっていうのは人からもらう取ることは悪いことではないっていう判断になってしまうっていうことってこと？だとしたら木の実とかも取られてるはずだと思うんだよな。よし、着いたぞ。それぞれの思いを抱え、桃太郎一行はいよいよ鬼ヶ島へとやってきました。鬼いるか？悪い鬼よ、覚悟しろ。この桃太郎が退治してくれる。桃太郎が洞窟に向かって叫ぶと、奥から人影が現れました。鬼出てきた。あれ？みんな、あと誰？そうか、桃太郎だけはな、一緒に遊んでねえんだもんな。覚悟しろ鬼め、村での悪事許されぬぞ。桃太郎はもう完全に鬼だと思ってるもんな。貴様、白を切るつもりか。まあ、でも村の人じゃないとしたらもう鬼になっちゃうからな。お、この桃太郎が成敗してくれるぞ。鬼を退治しますか。あ、倒す倒さない出てきた。今の流れで言えば、でもちょっと倒さないって見たいよね。うん。桃太郎の気持ちもわからなくないけど、やっぱあの3人の気持ちをちょっと優先してあげたい。倒さない。え？鬼を倒そうと息巻いていた桃太郎でしたが、鬼と目が合った途端、背筋におかんが走りました。鬼！お前やったな？お前やったな？お前キャラ隠してたな？うわ、桃太郎を信用すべきだったのか、多数決じゃないのか、この世の中は。なんだ、この不安感は。前に倒した鬼とは、雰囲気がまるで違う。なぜだ、汗が止まらない。鬼は魔術をも操れるのか？桃太郎はその場から動けなくなり、ただ鬼を呆然と見つめていました。ほう。鬼にやられるなぁ、これ。桃太郎。どうした犬？犬の声に桃太郎は我に返りました。桃太郎、あのさぁ、僕たち戦えないよ。え？何を言ってるんだ？まさかおじけづいたのか？桃太郎が半ば叫ぶようにそう問いました。すると犬は歩み出て握っていた手を広げました。僕たちこれは受け取れないよ。え？え、これ何？きびだんご？きびだんごじゃなくない？これ小判みたいじゃない？え、どういうこと？小判あげたっけ？きびだんごしかあげてないよね。別でお金も払ってんの？そう言って犬が見せたのは数枚の小判でした。それは桃太郎が渡したきびだんごでした。え？悪代官みたいなことしてるってこと？これやるからついてこいよって言ってきびだんご渡したと見せかけて金渡してんの？え？桃太郎？お前どうなってんの？そりゃあいつら戸惑うよね。桃太郎ってなるよね。え？怖い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 。桃太郎が怖い。ここに着くまでにみんなと話し合ったんだ。これを渡された時、もしかしてって思った。うん。そんなわけないって何度も言い聞かせたけど、桃太郎病気か？
桃太郎、村で盗みをしたのは桃太郎だよね。ちょっと待って、いろいろ思い返したら面白くなってくるよ。桃太郎なの？あの童話に出てくる鬼を退治にした桃太郎さんなんですか？盗みしてたの。どうしてこんなこと？だって村で盗みしてたのが桃太郎だったら鬼退治来る必要、ああもう鬼のせいにしようとしたってことか。自分がやってんのを隠すために。それ以外だってわざわざリスクを犯しに来ないよな多分。ああ桃太郎壊れた。そうだ俺だ、俺がやった。村のやつらはみんなか、村のやつらは昔から知ってる。お人よしのバカばっかりだ。鬼退治をしてからは以前よりまして俺に頼りきりになった。まあなあ、そういうのあるのかもな。俺に守ってもらうのが当たり前みたいな顔しやがって、無性に腹が立ったよ。まあまあね、俺も一瞬だからあのおじいさんおばあさんも喜んでるみたいなのムカついたけどね。その対価をもらう権利が俺にはあるんだ。俺は対価をいただいていただけさ。俺がいるからとやつら安心しきっていた。だから家に入り込むのは簡単だったよ。桃太郎？桃太郎さん、桃太郎さん。万が一姿を見られることを危惧して鬼の面をつけたのさ。やべえやつじゃんこいつ。鬼がいてともなれば手も足も出ない連中だからな。マジか。とうとう鬼退治に来させられてしまったが、鬼ヶ島に鬼が生き残っていることは少し前から知っていた。ちょうどいいから奴に罪をかぶってもらうんだよ。クズの考えだなお前。桃太郎。仲間たちは呆然とただ桃太郎を見つめるしかできませんでした。まあそりゃそうだよな。もう4人でやっちまえこいつを。お前を殺せば全て解決する。黙って殺されるがいい。お前の親と同じようにな。殺した？親？そうだ、お前の親もあっさり死んでいった。あ、鬼は桃太郎が殺したことを知らないんだね。その時にお前を殺し損ねたようだが、今度こそ殺してやる。あら、お前が殺した俺の弟とお母を殺した。あれ桃太郎どうした？はっ、怒ったのか？完全悪者だなお前。悪役と化したな。だがお前もすぐに親の元へ送ってやる。さあ覚悟しろ。鬼逃げて。桃太郎が鬼に向かってそう叫ぶと、怖っ。鬼強っ。鬼強っ。俺こうなると桃太郎本当に昔ちゃんと倒したのか説出てくるよね。鬼くん、あれどうなんの、どうなんの、どうなんのこれ。その後村に桃太郎は戻らず、鬼にやられてしまったのだと村人たちは口々に噂しました。まあそうだよな、そうなるよな。しかしそれ以降村での盗難事件はぱったりとやみ、村人たちは桃太郎が命と引き換えに鬼を退治してくれたものだと感謝しました。まあ確かにな、桃太郎が盗難事件してたから帰ってこなかったらぱったりやむわな。で鬼が来なかったか、鬼がも別にもともとやってねえから。なるほどね、そういう
事になるわけだ。村は平和な日々が戻り、人々は穏やかに暮らしました。森へ戻った犬猿キジは前と変わらない日々を過ごしました。鬼ヶ島からの来訪者がいない平和な森に戻っていきました。あ、鬼も遊びに来なくなっちゃったんだ。え、鬼は生きてるよね、だってね。ああ、一人あの洞窟に残っている鬼のことが唯一気がかりでしたが、鬼ヶ島へ行く勇気は誰の心にもありませんでした。まあ目の前でな、桃太郎殺されてんの見てるから若干やっぱ怖いってなっちゃってんのか。でもその後、じゃあねって帰らせてくれてるんでしょ。あ、エンドに敵討ち、仇討ち、敵討ち。いや桃太郎悪役だったな。桃太郎さん、桃太郎さん。で、エンディング動かないね。ああ、いや面白いね。今ちょっとなんか違う答え、まあ、きびだんごあげなかったバージョンと鬼倒すバージョンは気になるよね。まずどうしようかな。きびだんごをあげないでそのまま、まあ、桃太郎悪者と分かったから、あの悪いまま倒すバージョン見てみようか。はい。で、さっき一応、きびだんごを全部渡すバージョンの鬼倒すをやってみたんだけど、結局あのストーリーがさっきと一緒で同じエンディングだったので、今回はきびだんごを渡さない方向で、お金を渡さない、きびだんごという名のお金を渡さらない感じで行ってみようかなと思います。で、あげない。犬くん、今回はきびだんごを持ってきてないんだ。それでまた鬼と対するのは不安だと思う。私もそうさ。きびだんごってそんな力出るの？でも前回鬼に勝てたのはみんなで力を合わせたからだと思ってるんだよ。また私に力を貸してくれないか？桃太郎、分かった、ついていくよ。きびだんごがどうかなんて最初から関係ないんだよ。あれ、さっきよりもなんかモチベーションあるっぽいな。やっぱな、確かにな、お金渡されてついてこいって言われたら逆に嫌なのか。僕たち友達なんだから。だけど実際は鬼のことも知ってるわけだからな。ありがとう、恩に生きるよ。っていうか鬼のことも友達なわけでしょ。大丈夫なの？そうか、きびだんごなんていらねえと。で、猿のところもここら辺は同じかな。鬼退治に行く、そうだね、ここら辺も一緒だね。じゃあまあ、でもそっか、猿キジもなんか違うコメントするかもしれないからちょっと見たいよね。ちょっとそこまで、うん、ここら辺は一緒っぽいね、さっきと。あ、きびだんごの袋に手をかけました。きびだんごをあげない。猿くん、今回はきびだんごを持ってきてないんだ。それで不安になってしまう気持ちもわかる。でも前回鬼に勝ったのはみんなで力を合わせたからだと思ってるんだ。また私にどうか力を貸してほしい。桃太郎、あ、やっぱりモチベーション下がってない。わかった、俺もついていくよ。きびだんごなんて別に最初から気にしてない。俺たちは友達、それだけで十分だろ。いや、だからお前ら鬼も友達なのよ。ありがとう、本当に感謝するよ。なんかこうやってなったら桃太郎が悪いやつじゃなく見えてくるな。じゃあ次、キジの選択肢いこうか。キジの選択肢まで読み飛ばす。で、はい、きびだんごの袋に手をかけて、あげない。キジくん、今回はきびだんごを持ってきてないんだ。気安く鬼退治なんてできることじゃないのは分かってる。きびだんごあったら気安く鬼退治できるの？きびだんごそんなに力持ってんの？買ってみようかな。でもみんなで力を合わせれば
きっとまた鬼に打ち勝つことができると思ってるんだ。うん、また私にどうか力を貸してくれ。桃太郎、分かった、友の頼みだ、私も行こう。本当にありがとう、本当に。あれ、桃太郎がいいやつっぽいな。ストーリーはどこから変わるんだろう。あ、鬼ヶ島が見えてきた。ここら辺は一緒、あ、さっきの話だけど一緒か。あ、一緒だね。じゃあ今度は多分鬼の選択肢までは同じだと思うんで、まあちょっと違ったらまた動画撮りますけど、違わなかったらそこまで飛ばします。はい、であれから結局変わらずにここまで来ましたね。で今はきびだんごをみんなにあげてない状態ですね。じゃああげてない状態での倒さないから行ってみましょうか。あ、いやこれ怖いよね。鬼がなんかやってきそう。鬼を倒そうと決めていた桃太郎でしたが、鬼と目が合った途端背筋におかんが走りました。桃太郎、なんだこの不安感は。前に倒した鬼とは雰囲気がまるで違う。なぜだ、汗が止まらない。鬼は魔術をも操れるのか。あれ、同じか。桃太郎はその場から動けなくなり、ただ鬼を呆然と見つめていました。同じか。桃太郎、あ、同じっぽいか。犬の声に桃太郎は我に返りました。僕たち戦えないようじゃない。どうしたの、え、どうしたの。仲間たちが不安そうに桃太郎の様子を伺っています。どうしたものか。鬼を退治すると言って村を出てきたのに、これでは村に帰れない。あ、退治しないからか、倒さないにしたからってこと。仲間たちにも戦意をなくしたとはとても戦意なくしてんだ。ビビっちゃったんだ、さっきのに。オーラで覇王色みたいなんでやられちゃった感じかも。桃太郎は再び鬼と向き合おうとしましたが、先ほどの恐怖が拭えず、気がつけば洞窟の出口へと走り出していました。逃げてる、桃太郎が逃げてる、桃太郎が逃げてるよ。え、3人置いて逃げたの。外へ出た桃太郎はここまで乗ってきた船に乗り込むと、村がある方向とは反対の海へ漕ぎ出しました。置いてかれた仲間たちも桃太郎を追いかけ外に出ましたが、一緒に船へ乗ることは叶いませんでした。仲間たち、そして 鬼は桃太郎の背中をただ見つめるばかりでした桃太郎ダッサいな。鬼いいやつなのにな。なんで急にこんな感じの文字なんだな。その後村に桃太郎は戻らず、鬼にやられてしまったのだと村人は口々に噂しました。あ、村に戻ってこなかったんですか。逆の方に行ったんだもんな。しかしそれ以降村での盗難事件はぱったりと闇にそうだな、桃太郎いないから。村人たちは桃太郎が命と引き換えに鬼を退治してくれたものだと感謝しました。ここ一緒か。村には平和な日々が戻り、人々は穏やかに暮らしました。村、桃太郎逃走編か。あ、なんだこれ。あ、なんかさっきの点点点なんだろうと思ってやり直し、一応やり直してみたらバグっただけで続きやりました。数年後、こっから遠くの村で村の金品を奪っていく鬼が現れたと犬猿騎士たちは風の噂を耳にしたのでした。桃太郎やってんな雲隠れ、桃太郎マジでクズだ、桃太郎がやべえ。はい、で最後ですね、もう おにぎりじゃねえわ、きびだんごを全員にあげてない状態で倒すをやってみましょうか。エンディングもう一個あると思うんで、多分これがラストのエンディングだと思います。うわー、あ、向かってった、桃太郎が向かってったぞ。桃太郎は鬼に切りかかりました。あ、やったのか桃太郎も。やれるのか鬼を。やった、鬼を退治したぞ。
口ほどにもなかったな。鬼は抵抗することもなく、刀が振り下ろされるのをただ見ていました。桃太郎に切られた鬼の亡骸は静かに横たわっていました。これ他の3人どういう気持ちで見てんだろうな。おや、これは。桃太郎は鬼が身につけていた首飾りを目にやり、首飾りに目をやり、少し笑うとその首飾りを外して己の懐にしまいました。犬猿キジはただ黙って一連の様子を眺めるしかありませんでした。うわ、もう嫌だろうな、そんな桃太郎。言えよお前、それ形見だよって。その後、鬼を倒した桃太郎一行は村に帰るとまたも称賛され、たくさんの褒美を受け取りました。桃太郎は名誉と地位を与えられ、巨万の富を築き、その後の人生を送りましたとさ。いやいやいや、桃太郎、村人から盗賊まがいしてて、うわー、そんなことある。うわ、悪い顔、悪者世にはばかるだな、大儲け。うわー、そんな桃太郎のその後やだわ。これでエンディング全回収ですね。いや、面白かったですねこのゲーム。なんか桃太郎のその後っていう感じのストーリーで、まあ犬とか猿とかキジとか、このなんだ、動物じゃない見た目だけど、特になんかそのキャラ的に邪魔することもなかったし、かといってなんかいらないわけでもなかったもんね。鬼とのやり取りがあったし、キジのこの髪には本当に騙されました。いやー、鬼もね、あー鬼が笑ってる、遊んでくれてありがとう。ということで、桃太郎さん、桃太郎さんでした。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。